おはようドゼル、コンニャウトリの、コンバーナード、局長補佐の卑弥呼よ。自宅リビングで爪を強打して死にそうなくらい痛かったです。局長クローン 13.5 号こと局長です。リアルのことで地味に進めるなよ。痛かったんだもん。今回も始まりました、ニルニル周開発セカンドステージ。AU11。まずは AU10 ですっかり忘れていたことをご報告。前回投入した小型人員輸送船で里だけど、機体名の由来の天体説明記載をすっかり忘れていたわ。なんか忘れてるなぁとは思ってたんだけど、他のことやってるうちにすっかり忘れてました。コロコロやること変えるからだよ。それと、前回冒頭でご報告したことで局長から重要なお知らせがあるみたいです。OPT エンジン解禁って言ったけど、あれなしで。なんじゃそや。いやね、前回の動画を公開した後にふと思ったんだよね。一番単純なこと試してないって。あたかも気づいた体で言ってるけど全部あんたの責任。まあ、オープニングで出ちゃってるからバレバレですけどね。この後すぐにも出てきます。すでに登場しているネオリゲルは封印ってことだね。胴体の拡大制約の方はどうするんですか？一緒に封印。まあ、今後どうしても拡大しなくちゃいけない状況になったら OPT と一緒に再解禁ってことになると思うよ。どちらにしても局長の無計画さを露呈することにはなりましたね。すんません。それでは AU10 から AU11 までにやった開発外のことをご報告。局長の勘違いと制作ミスで使いづらくなってしまっていたムーン着陸探査機ビタット着陸を解体のために開港。前回完成させた機動建造拠点トンテン艦で解体処分としたわ。誰だ、こんな機体を作ったやつは。はっきり言った方がいいですか？はい、すみません、私です。少し時間が前後しちゃう機体もあるけれど、以前投入した掘削機、ホリコマンダー1号、2号、2号機も全て開港、解体処分としたわ。断捨離。随分思い切って解体しちゃってますけど大丈夫なんですか？この3機には随分稼いでもらったけど、今後必要になってくるのは移動できる掘削機ではないからね。かといって墜落させるよりは解体して資材を回収した方がいいってことですか？エコです。そして建造拠点トンテン艦に液体燃料と酸化剤のタンクを増設。って、そんな予定ありましたっけ？この後やることのために急遽増設しました。先端に重いタンクを増設しちゃってバランス大丈夫なんですか？プルプル震えてる時あります。まあ、今回は緊急だからここにしたけど、今後必要な時があるかもしれないことを考えて、常設前提でそのうち回収しなくちゃダメだね。最初から考えておけよ。この先使うとは思ってなかったんです。そしてその増設した燃料タンクに補給するために、回収された中型 SSTO、メガベータで補給に向かったわ。久しぶりに夜の打ち上げ。それで、一番単純な忘れてたことって何なんですか？エンジンを拡大することです。いやあ、胴体を拡大しちゃダメしちゃダメ、っていうのが、いつの間にか拡大しちゃダメって頭の中ですり替わってすっかりそこを試すのを失念しちゃってたんだよねー。当面はこのエンジンを拡大した機体たちで資材や燃料の打ち上げをしていくってことですね。だ。この燃料の打ち上げは2回行って機体をさらに回収。最後にとあるものの打ち上げがてらテストをして、オープニングでも出てたベガガンマとして完成したよ。ベガ以外の SSTO2 機も全て回収して、カペラベータとリゲルベータとしてすでに完成してるよ。登場はそのうちってやつですかね。それで、最後に言ってたとあるものって何なんですか？鉱石タンクです。ふざけてるのか？大真面目ですが、なんでこんなものを打ち上げたのかは後で説明するよ。事前の準備的なことはこれで全てですね。地味に時間がかかってます。それではゆるゆる宇宙開発セカンドステージファーストミッション。本編の方が短いです。スタートです。ケルバルスペースプログラム。しかじかということでミンマスにも投入するのが妥当と思われます。よろしいですか局長？え、何が？説明聞いてたのか？うん、それじゃあいいですね。だから何が？やっぱ聞いてなかっただろ。ほらね、やっぱりあれだし、その見てくれてる人たちがわかりやすいようにもう一回説明した方がいいんじゃないかなって思ってさ。じゃああんたが説明しろよ。また劇って何かと面倒じゃん。話をしっかり理解してもらうためには卑弥呼君からしてもらった方がいいと思うんだよね。面倒くさ。以前ミンマスに投入した特命リサーチハイパー2号でのミンマス資源の調査が完了しました。その結果、鉱石含有量 7% を超える地点が何箇所か発見されました。この発見された資源を活かしミンマスを補給や燃料生成の拠点、少なくてもミンマス圏内を航行する船舶の補給拠点の構築を進めた方がいいと思われます。てかこの茶番いるか？ホリコマンダーを全機解体してるんだからやる気満々だろうよ。あ、バレてた。採掘依頼をこなす観点から見てもミンマスにも採掘機が必要だからね。ならホリコマンダーでよかったろうよ。あれ、燃料抜き取りバルブつけるの忘れたからいちいち面倒なんだよね。また制作ミス。それじゃサクサクっと投入しちゃいましょうか。ということで建造拠点トンテン艦から中継です。建造拠点で機体を作るんですか？今回の機体は小さいけど複雑な形をしているからね、バラバラにパーツを打ち上げても組み立てるのが面倒だからここで作っちゃうよ。というかもう出来上がってます。やっぱやる気満々だったんじゃねえか。何のことですか？出てきましたね。怖
今回の掘削機はホリコマンダーのような移動型ではなくて設置型にしたよ。さっきも言ってましたけど、なんでわざわざホリコマンダーと入れ替えるんですか？今までは現地設備が整ってなかったから無理にでも一気にいろいろな機能を詰め込む必要があったんだけど、これから目指すのはその設備の構築だからね。採掘、生成、打ち上げを一気でこなせる機体ってのも便利ではあるんだけど、逆に言えばそれぞれの項目単体では必要のない装備がついているってことになるよね。一番影響が出るのが打ち上げの時ですね。そうだね。運びたいものは別として打ち上げに必要のないものがついてる時点で燃料を無駄に消費しちゃうからね。補給用の燃料を打ち上げたら機体が重すぎて補給用の燃料に手をつけるなんてアゴの極みですからね。ギグー。まあそうならないようにそれぞれに特化した機体を投入するってことかな。今回は採掘と生成機能を備えたものをミンマスの地上に下ろすよ。それで、なんで緑さんを EVA させようとしてるんですか？ RCS ポートつけてないから。まさか。緑さんはだてじゃない。1液式くらい詰めよ。無駄なものは積みません。緑さんに押してもらった甲斐もあって離れてきましたね。そろそろ巡航にして大丈夫かな。あれ？なんで手動でやってるんですか？自動でやるとたまに予想だにしない動きをするからです。どんだけビビリなんだよ。それじゃあ少し加速して拠点から離れようか。拠点が近くにあると処理がもっさりしますからね。それでは出発前に機体説明。はい、これが今建造拠点でロールアウトした機体ね。下の方は掘削機っていうのはなんとなくわかるんですけど、上は何なんですか？以前ムーンにローバーを下ろすときに言ってたクレーンだね。吊り下げるってまではできなかったけど、それを模した降下機だよ。このままの状態でミンマスまで遷移して降下、地上に着陸した後にクレーンは廃棄するよ。エンジンが照り合ってことは燃料は液体燃料と酸化剤ってことですか？そうだね。今回このクレーンを作るために建造拠点に燃料タンクを増設したって感じだね。既存の LH2 とかじゃダメだったんですか？ダメってことはないんだけど、LH2 を使用するエンジンってお高いんです。現地廃棄のそんな機体にお高いパーツは使用できないからね。廃棄するクレーンのパーツはアーム部についてる燃料タンク以外全て安価なストックパーツで構成しているよ。この機体を作るためだけにあんな燃料タンクを増設して SSTO を飛ばしたんですか？他にも使うよ。これがクレーンを外した状態の掘削機だね。運びやすさを考慮して左右対称の作りにしてあるよ。機能的には鉱石の掘削と液体燃料と酸化剤、一液式推進剤、LH2、リチウムの生成ができるね。それじゃミンマスに向けて加速しようか。変な噴射しちゃってますけど。久しぶりに見たねー。こういう変な形の機体を作るとたまに先生の自動マニューバがちゃんと実行できない時があるんだよね。いろいろチェックしたけど自動マニューバはダメそうだから今回は手動でやるよ。こういう時のためにたまには手動操作を練習しとかなきゃダメですね。自動マニューバとかって便利なんだけどね。前にも言ったけど最初から頼りきっちゃうのはあまりおすすめしないね。手動で基本操作ができないからとかで頼っちゃうとこういう時に頓挫しちゃいますからね。しっかり基本を身につけた後に楽するために使うことをおすすめするよ。それもどうかと思うぞ。巡航噴射も終わってミンマス近傍まで時間加速したわ。ここで修正噴射のお時間です。修正？自動マニューバはできないけど、マニューバの作成は自動でできるからそれで適当に飛んできちゃったからね。このまま作業圏に入って周回軌道に乗っちゃうと傾斜角が大きくなっちゃうから、ミンマス赤道付近で逆光噴射ができるように今から修正するんよ。全体に近づいてから軌道の変更をしようとすると、重力が強く働く分デルタ V が余計に必要になっちゃいますからね。まあ、ミンマスは重力自体が弱いからそこまで大差はないけどね。現在ミンマス軌道上、3万メートル付近ね。これから逆光噴射をして周回軌道に乗るわ。ミンマスの軌道に向かうのなんて何ヶ月ぶりだろうねー。そういえば、ベガガンマで打ち上げた鉱石タンクって結局何に使うんですか？知ってるでしょ、ヒミコくん。説明しろ。あれは鉱石採掘依頼の時に使うものだね。キャリアモードの場合こういう企業からの依頼をこなして報酬をもらってルートを稼ぐよね。これは鉱石採掘の依頼ですか？今表示してるのは鉱石採掘依頼の中では2番目に面倒な内容のやつだね。一番簡単なのは1行目の新規日程条件だけのものですね。この案件を例にして話を進めると、私のような純粋で心が綺麗な人がこの依頼のやり方を考えると、ホリコマンダーみたいな機体でミンマス地表まで行って2200の鉱石を掘って、それを抱えたまま打ち上げてカービン軌道上まで戻ってこないといけないと思うじゃん。不要でデタラメな情報が含まれてましたけど、初見でこの内容を考えるとそうなりますね。どこがデタラメなんですか？ 10 分2秒から6秒あたり全部だよ。でもこれよく読まなくても、一気でっていう条件はどこにも書いてないんだよね。量は指定された天体で指定された量を掘る機体と、指定された量を積んでいる宇宙船、指定された軌道に鉱石を積んでいる宇宙船は別でも構わないってことですね。そういうこと。
界隈ではこの手法のことを3機偽装っていうらしいんだけど、うちではそれをホリコマンダー3機でやってたんよね。それで1号機をムンチ場、2号機をカービン軌道上、2号機をミンマスに置いてたんですね。あのタンクは鉱石をカービンの周回軌道に乗せるを達成させるために投入したってことですか。3000積んでるから下作業こなせます。そして今後のミンマス採掘はこの機体が担うってことですね。ムンはムンベースがこなしてます。まあ、これを投入する真の目的はミンマスの補給拠点化だけどね。ムンベースの構築、ミンマス補給拠点化、やることいっぱいありますね。来年2発売ですが何か終わんねえな。そういえば地表の描写が綺麗になってから初ミンマスですね。描写とか現実的なこと言わないでください。あんたが一番雰囲気ぶち壊してるわ。てかこれ、あんな細い着陸脚で重量大丈夫なんですか。ミンマスだから大丈夫でしょ。また試してないだろ。カービンで試したよ、プルプルしてたけど。頼りない安全性。着陸重量は大丈夫そうですね。少し傾斜になってるから滑っていっちゃってるね。この後のことは少し様子を見てからやった方がいいかなって思ったんだけど、全然止まらないから切り離し、ダブスター。まずは掘削機を地表に固定して、デカプラー切り離し、そして浮上。このまま排気の流れですか。いや、一旦隣に着陸して掘削機の準備をするよ。着陸ってこのクレーン着陸脚ついてないですけど。そこはまあ、慎重にって感じです。再着陸、一旦固定を解除してアレイとかの稼働準備。まだ滑っていっちゃってますね。止まるまで待った方がいいんじゃないですか。さっきちらっと全体を見たんだけど、ここ、結構長い傾斜になってるから待ってても当分止まらないね。時間がある時に止まるところまで移動した方が良いかもしれませんね。それではクレーン排気のお時間です。こういうクレーンみたいな機体も再利用できる機体を作った方がいいんじゃないですか。下ろすものってその時々で形状も違うし、当然重量も違うから再利用型の運用って結構面倒なんだよね。一定の汎用性を持たせるにはそこそこ大型のクレーンを作らないといけないし、エンジン噴射が荷物に当たっちゃうじゃ運ぶどころじゃないですからね。ここまで上がれば大丈夫かな。あとは自然に降下して排気完了ですね。あ、いた。もっと遠くに落とせよ。地表激突シーンが見れるんじゃないかと思いまして。綺麗に破壊されたみたいですね。それでは機体名の発表です。ミンマス草崎アルマゲドンです。ここ小惑星じゃないですけど、まあ何にせよ、これでまたミンマス地表での掘削が再開されたわけですね。燃料抜き取りバルブも抜けたからガッポガッポです。ミンマスはこの先どう開発していくんですか。ムンとは違って大人数を居住させるとかではなくて、あくまでも補給の拠点として開発を進めることになるかな。その過程で緑さんを居住はさせるとは思うけど、あくまで管理人的に少人数にするつもりだよ。この先もやることいっぱいですね。誰か時間という概念をこの世から消してください。それでは掘削機の投入も完了したところで、ゆるゆる宇宙開発セカンドステージセカンドミッション、ついでに仕事という概念も消してください。スタートです。カーバルスペースプログラム。再びカービン軌道上鍛造拠点建艦点より中継です。噛みまくり。またここで建造するんですか。便利なんで。地上から全て打ち上げてたら時間かかっちゃうからね。それで、今回は何を建造するんですか。見ての通りムーンベースの居住区だね。現状のままだと2人の緑さんだけでも3年弱の居住生しかないからね。またクレーン方式で下ろすんですか。今回も地上着陸後クレーンは廃棄するから、さっきと形は違うけど安価に仕上げてるよ。ただし戦争なんてあるもんか。それは押してない。ドキドキ。今回の機体は自動マニューバが使えるんですね。何が違うんだろうね。適当に作ったのは変わらないのに。ちゃんと作れよ。今はムンの周回軌道から減速して降下を開始するところよ。はい、行くよー。締まりねーな。ゆるゆるですから、山田くん、座布団10枚。いいか。それじゃあ降下を続けましょうか。と言っても、とりあえずは逆光噴射で減速するだけなんだけどね。次は傾斜角の変更ね。こういう傾斜角を変更してから狙ったところに降りる場合は、時点を考慮した傾斜角の変更が必要よ。目的地までまだ距離があるこの段階でターゲットと軌道線をぴったり合わせてしまうと、降下している最中に時点の影響でどんどんずれていってしまうわ。そうならないためには最初の傾斜角変更は浅くしておいて、降下してる最中にずれを少しずつ修正をしていく。一番やってはいけないことは行き過ぎてしまうことよ。まず行き過ぎた分の燃料が無駄になるのと、それを取り戻す分の燃料が無駄になるからよ。
少しのズレなら最後に調節すればいいことよ。皆さんはどこかのアホを見たく当て水量で失敗しないように注意しましょう。よ、だいぶ降りてきましたね。そろそろカッコ仮が見えてもいい距離だと思うんだよね。あ、機体の隙間から少し見えましたよ。画面動かしてなかったから気がつかんかった。それじゃもう少し降下速度を落としてから平行に移動していこうか。やっぱ操作がしづらいね。地味に重いですからね、これ。もう少しリアクションホイールをつけとけばよかったか。それより、さっきからなんで断続的な噴射をしてるんですか？姿勢の変更が鈍い機体だからね。そういう機体で姿勢の変更中に持続的な噴射をしちゃうと、あらぬ方向に行っちゃったりして調整がしづらいんだよね。だからここっていうところでフルスロットルとスロットルゼロを素早く繰り返すことで、位置の調節をしてるって寸法です。まあ、あくまでも私のやり方なので真似はしない方がいいと思います。しないと思います。この居住区はどこら辺に置くつもりなんですか？カッコ仮の真後ろだね。この居住区には遠隔誘導ユニットとかはつけてないから、カッコ仮と接続しないと居住区としての機能が使えない仕様だからね。もうちょい左じゃないですか？一所懸命にやってる最中です。ここら辺かな。そのまま前に行ったらカッコ仮に突っ込んじゃいますよ。大丈夫です。多分。着地、止まるでー。言わんこっちゃない。ふぅ、なんとか着地できたね。カッコ仮に当たってるけどな。ジェントルタッチ。この後さすがに近づけすぎたのでリアクションホイールを使ってグリグリやったり、残燃料を使って距離を空けたわ。微調微調。そして不要になったクレーンを分離、廃棄のために再浮上させてムンチ表に墜落させたわ。もったいないね。だったら再利用型を作れよ。そして緑さんに EVA をしてもらって居住区とカッコ仮を接続。居住区を展開して本格稼働に入ったわ。ってこれ、展開できるんですね。ゲリゲリリフォアーター。蜂の巣を突っつくな。私は KSP1 級建築士です。それ以上言うな。費用？大丈夫。そして最後にいらないパーツを解体して。拡張完了です。この居住区に関しては個別の機体ではないのでここで簡略的な説明をするわね。この居住区は6つのブロックで構成されているわ。1つのブロックで最大4名の緑さんを収容できるものね。なのでこの居住区だけで最大24名の緑さんが居住可能よ。エアロックにも緑さん住めます。これが居住区を接続した後のムーンベースのステータスね。ハビタットが27年に伸びてホームシックにはならなくなりましたね。まあ、住んでるの2人だからね。あ、この表だと食料が2年ちょっと分しかないことになってるけど、肥料生成と食料生産は常に稼働しているからこの数字から減らないよ。電力は夜間のみ減っていきます。拡張したことで少しは基地っぽく見えてきましたね。多少はね。ムーンベースの今後の予定はどんな感じなんですか？次回にこの前言っていたシンボルになる建造物を設置する予定だね。当面はカッコ仮が担っている各機能を特化させたそれぞれのモジュールを投入する形になるよ。それでは居住区の投入も完了したところで今回は終了となります。いつもご評価、コメントをいただきありがとうございます。あゆーちゃんレッド。数字が伸びるたびに嬉しくなってニヤニヤしているらしいわ。そこ気持ち悪いとか言わない。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。本当に急がないと2が発売しちゃいますよ。どこまでできるかねー。